はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエンレスセットで、今回は太平洋キャンペーンでアメリカ軍を使いつつ次期アップデート情報第3弾の方を話していきたいと思います。うーす。というわけで、今回はアップデート情報第3弾なんですけども、今回の情報はですね、煙幕に関わる話が中心となります。はい、でまずですね、迫撃砲の方で煙幕弾を撃てるようになるということです。でこの迫撃砲で撃てる煙幕弾なんですけれども、一発で拠点全体を覆い隠せるくらいに広がるそうです。煙幕はね、拠点一つ覆い隠すっていうことはかなり広いですね。かなり広範囲ですかね。なのでそういったものを一発のみならず 2,3 発くらいね、相手拠点側に落としちゃったりすると、本当になんかね、マップ全体が黙々状になりますかね。なのでちょっと新しい戦術とか生まれそうな、なんか気配がしますね。で次なんですけれども、次は戦車のスモークディスチャージャーが使えるようになります。はい、いわゆる煙幕弾投射器ですね、が使えるようになるそうですね。煙幕弾撃てるんですね、戦車が。とはいうものの、使える国というのがアメリカ、ドイツ、イギリスの戦車が使えるそうです。はい、ちょっとねこれ私確認したんですけれども、アメリカ側のね戦車でスモークディスチャージャー装備した戦車って何かありましたっけね。ちょっと待ってくださいよ、最前線来ちゃった。この辺りで停滞してる感じ。ね、アメリカの戦車になんかスモークディスチャージャー装備した戦車あったかなって探したんですけどね、ちょっと見つからなかったんですよ。私が見落としてるだけかもしれませんけれどね。大丈夫、ちょっと大丈夫か、さあ来い。ちょっと敵の爆撃か、これ大丈夫か、治療してやるな、すまない。ダメだった。で同時だったのか、敵味方同時爆撃ですね。大丈夫、よし大丈夫。であとはドイツですね。ドイツの戦車というと、プーマと3号戦車ですね。プーマと3号 N 型の方にはディスチャージャーがついてるので、多分そこから撃てるのかなってなりますね。と結構来てるな。もう怖い怖い怖い。とりあえずポイッと、ちょっとな、結構味方入ってくからな。ガーッと迫撃、やばい、ちょっと迫撃砲来てるかも。もういっちょ、ちょっとやばいですね。うまいな迫撃砲、やるじゃないか。でドイツはね、さっき言ったようにプーマとあと3号 N 型ですね、がスモークディスチャージャーを持ってます。あと4号戦車、一部の4号戦車も確か持ってた気がするし、あとタイガーってなかったでしたっけ、ディスチャージャーね、あったような気がする。どうだったろう、めっちゃうろ覚えですけど。はい、で次イギリスですと、A13 とダイムラーですね、あとはマチルダですか、の方がスモークディスチャージャーを持っているので、これらの戦車が、いざとなったらね、スモークディスチャージャーからスモークをぶっ放してみたいなことができるんですね。であとですね、このスモークディスチャージャーって当たり判定あるらしいです。そう、ダメージを与えられるということなんですが、多分ね、さすがにドイツのね S マインくらいの威力はないとは思うんですけれども、そこまで来るの、なかなか来てるじゃん。ちょっと待ってくださいね、予想以上に来てた。ちょっとまずい、ちょっと側面めっちゃ来てんな。ちょっと勘弁してもらって、ビーコンとか作られてる気配があるんだよな。多分ビーコンあるな。戦車も張ってんの、戦車も張ってる。ちょっと最悪な状況ですが、現在クロスファイアを受けている状態ですが、頭出すの怖いな。ちょっと塹壕から頭出すの怖いんですが、今です、この辺り。さて、あまり良くない方向から敵が詰めてきてる気配が、ビレッソン知ら、結構いたっぽい。とりあえず投げておきまして、
まあそんな感じでね、まあ敵兵に戦車乗っててね、敵兵に詰められたらそういったスモークディスチャージャーね、ワンチャン敵を撃退するみたいなことができるかもしれませんね。ちょっとな、側面めっちゃ回ってくんだよな。ダメか。敵の攻撃というのもね、別にそこまで焦って対処するほど激しい突っ込みではないので、悠々と来ましたけれども、とハイパー強いハイパー強い、危ない。よし、いいですね。今回の味方は本当ガチガチに今かちょっと良くない、良くないよ、そこは良くない。ほい、ちょっと今回の味方ね、ガチガチにね拠点守るタイプの人たちが多いので楽をさせてもろて、まずガとりあえずハロー、ナイストゥミーチュー。よし、入ってきてんだよ多分外周か。あー、戦車の音もすんな、戦車の音がする。そしてこのクソデカエンジン音はタセさんですね。よし、はい、あ、そうそう、タセさんで思い出したんですけれども、あの今回のね、アップデートの名前が、公表されました、公開されました。そう、今回のアップデートですね、今回のアップデートの名前は、ハイキャリバーという名前のアップデートになるそうです。うん、ハイキャリバー、日本語に直しますと、大口径っていう意味なんですけれども、とちょっと危ない。よし、大口径っていう意味合いなんですけども、これってね、ワンチャンのこの太平洋キャンペーンのね、あのまだ使われてない未使用データ、やばい。ちょっと待ってみようかな。はい、危ない。脱出。よし、ね、まだ使われてないね、あの戦車のデータあるじゃないですか。その中にある、あのシャーマン 105mm 砲と、あと、タン 12cm 地波のことなんじゃないかなって実は思ってます。はい。ちょっと待ってみようかな。結構入ってきてるな。ダメか。そうね、大口径じゃないですか、どっちもね、 105mm 砲シャーマンもね、 120mm 砲チハの方もね。なのでね、ハイキャリバー大口径という名前のこのアップデートでそういった戦車来んじゃないかなって勝手に期待してます勝手に期待してますね、絶対楽しい。あ、やばいね、とね、ガチなんで来ないかな、ね、105mm 砲シャーマンと 120mm チハね、来たら絶対楽しいですよ、なんていう話をしているんですが、結構相手のチケット削れてるのでこのまま押し切りたいところではあるんですが、はい、危ない。たまにこういう勇者が来るからな、こういう勇者がね、たまにこういった現場をかき回していくんで、ああいうね、勇敢な人は地道にね潰していかんとダメですね。ちょっとこう置いちゃいましょう。今回はね、ちょっと日本側が詰め切れてませんよね。こういう時ですよ、こういう時にね、煙幕支援があったらいいんですよね。通信分隊の煙幕支援要請だったり、あとはね、あぶ、今後ね使えるその迫撃砲ですか、迫撃砲の煙幕弾なりね、こういう時は本当煙幕が物を言うから大事ですね。結構戦術変えてきたな、ちょっとサイド攻撃を横にしてきたか、逆方向のサイドから来てますね。やっぱりこういうところでやっぱりそういったね煙幕支援あるかないかだとだいぶ違うと思うのでね、え、本当煙幕は大事ですよ、煙幕。最近本当煙幕は大事だなって思うようになりました、ね、なんか環境的なものなのかな、ね、やっぱりアサルトライフルとか、あとね、ボルトアクションライフルとかそういったものがね強いから今は、ね、なのでこういう時に煙幕があったら助かるんですよね、攻撃側は。あ、くそ。なので今回のね、本当迫撃砲による煙幕支援ができるようになるっていうのは、あ、くそ、かなり、ね、戦術的にいろいろと変わりそうですね。ちょっと待って、あ、くそ、うまい、
やるじゃないか。くれ。どうかな。よし、いたか。来る人は来るんですけどね。あ、なか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 来てますが、ちょっと大変なことになってきましたね。ちょっと味方がな、分散し始めたか。ちょっと味方のゴズメが分散され始めてしまってますね。ちょっと嫌な流れですが、さてここな、ちょっとここはちょっと固めたいですね。ねえ、さて、まあ本当にこういうところですよ。こういうところでね、その迫撃砲のね、その支援煙幕、煙幕っていうのが相当刺さると思いますよ、今後はね。一発でね、キャプチャーゾーンを覆い隠すくらいね、煙が広がるというのに。ちょ、危ないよ。はい、危ないよ。よし。ちょっとここはこの人に任せてもいいかな。何？あー、クソ、戦車が、クソ、任せてもいいかなって言った矢先にやられましたね。クソ、やるじゃないか。まあ本当にね、あの迫撃砲で煙幕を撃てるようになるっていうのは、本当今後はね、ちょっと、戦術的な意味合いが本当に変わってくるかなっていうので、結構期待できますね。まあ拠点、そうですね、拠点、一発で拠点全体を覆い隠す煙ということなんですが、まあ拠点といってもね、結構キャンペーンとかマップによってね、何？これはないですよ、これ。ここは刺してみます。ね、ねえ、マップとかキャンペーンによって拠点の大きさって結構まちまちですからね。大きいところは大きいし、みたいな。小さいところは小さいし、みたいなところがあるので、まあね、そんな感じで、まあ、実際どれくらいの広さかは本当にやってみないとわかんないんですけど、いいと思いますね、迫撃砲ね。迫撃砲で煙幕が撃てるというのはちょっと楽しみですね。ちょっと本当に楽しみと。特にこの危ない、このね、太平洋キャンペーンで日本側はね、ちょっと89式、ね、重敵弾頭は、ね、他の迫撃砲と比べて、ね、蛍光弾数多いから、そのあたりでね、有利かも。迫撃砲、そして煙を巻くにはね。さて、嬉し恥ずかしいお楽しみの爆撃支援タイムですが、この爆撃支援もね、なんかそのうち変わんないかなって思ったりもしますね。他にもね、なんかね、10キロ爆弾をね、50発、ま、なんかマップにばらまくみたいな、ね、そういうのがあってもいいじゃないですかね。あとこの爆撃機もね、重爆とかそういった戦術爆撃じゃなくてね、なんか小型の軽爆撃機がたくさん来ますよみたいな、そういうものでもいいかなって思うんですが、いいですね、だいぶ刺さったかな。よし、で、何？銃剣突撃が勇者来たね。おっかない、だいぶこの辺りの敵は一掃できたかな。だいぶ敵もね、遠くなりましたか。ビーコンとかもね、壊れてたらいいんですが、あ、そうそう、この前のね、動画の方でビーコン壊しにくくなったっていうね、話したと思うんですけどね、あれなんかバグだったらしいです。そう、ね、ボットチームがビーコン立てるようになったんですけども、そのボットチームが立てたビーコンだけがなんかめちゃくちゃ硬くなってたみたいな、そういうことだったらしいです。はい、ということで訂正ですね。ね、まあそういったバグがありましたよみたいな話をしておきますが、M1 ガーランド欲しいな。M1 ガーランド本当欲しい。スプリングフィールドマジきついね。ちょっと敵の爆撃、当たるも発見。はい、なんとか大丈夫そう。M1 ガーランドね、本当ガーランド解除したら、ね、あっと全員にね、装備させたいんで、今ね、銀チケット貯めてるんですよ、ね、なのでちょっとね、まだ刀とかね、全然取れてなくて、なので、ね、刀の動画とかまだもうちょっとかかりますので、ね、レッツご了承。さっき
この迫撃砲撃ってくる人うまいんだよな。くそ、やるじゃないか。ほんと迫撃砲の名手がいると、ほんとゲームチェンジャーになりますね。今後はね、ほんと迫撃砲、この煙は一体なんだ、嫌な予感がする。あっとっとっと、ちょっと待ってみようか。どこ、なんとか味方と合流はできましたか。残り100チケット切ってるんですね。よしよし、ね、迫撃砲ね、ほんと撃つ人ね、上手い人マジで上手いから怖いんですよね。どう入ってきてる。よし、はい、ガーッ、これはもしや、さあ当たんねえけど、あれワンチャンやりますね。ちょっと対空機関砲作ればあれワンチャン落とせてしまうのでは。私のスコアになってくださいね。今後ね、この前も言ったんですけどね、すべてのキャンペーンであの航空支援爆撃できるっていうじゃないですかね。なので、ほんと対空機関砲とかのね、需要っていうのは今後伸びていく一方かなと思いますが、さて、あ、これはいけてしまうのではなかろうかと思うんですが、はい、やった、よしよしよし。ね、もう本当にこんな感じで、もう今後はね、対空機関砲マジ大事なので、皆さんもどんどん作ってやってください。よし。はい。勝ちました、まあ、というわけで今回はね、次期アップデート情報第3弾だったんですけども、迫撃、迫撃砲で煙幕が撃てるようになるということと、あとスモークディスチャージャーですね、戦車に搭載されたスモークディスチャージャーが使えるようになるっていう2つなんですけどもね、本当に煙幕っていうのはマジ大事なんですよ、ね、特にこの迫撃砲分隊の方でね、広範囲に煙幕ばらまけるっていうのは本当これ強いかなっていうのがあって期待できますね、あとはまあ私のね勝手な予想なんですけどね、ハイキャリバーということで、まあ105ミリ砲シャーマンとか120ミリチハーが来るんじゃないかなって勝手にね、あくまで勝手ですよ、あくまで勝手に今私がまあそういう期待してるっていう話なんですけど、まあ本当に楽しみですね、まあこのアップデート情報が出る、ね、感覚からすると本当にもう結構近いかもね、1週間、まあ早く、まあ遅くても2週間以内に来そうな気配ですね、次のメジャーアップデート、ハイキャリバーね、まあというわけで、まあいろいろと期待を高まらせつつ期待して待ってましょうか。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。